ルイス・ハミルトンは40歳の誕生日を超えて F1 キャリアを延長するために新たに1億ポンドの契約を結んだ後やり残した仕事があると語った数ヶ月間の交渉を経て7度の世界チャンピオンは先週末のオランダ GP で最終的に新たな2年契約を締結したシーズン契約は5000万ポンド年俸は1000万ポンドの増額となるこの発表により 7度世界チャンピオンとなった彼の将来をめぐる憶測は終わりを告げ、現在の契約はシーズン終了後に更新される予定となっている。ハミルトンは今週末のイタリア GP に先立ち、メルセデスと共に素晴らしい旅をしてきたが、まだやり残した仕事が残っていると語った。ハミルトンは記録的な103戦で勝利し、7回のチャンピオンシップのうち6回はメルセデスに持ち込まれたが、物議を醸した2021年のアブダビ決勝戦以来、 勝利を味わっていない。36戦連続で負け続けている。ハミルトンは、フェルスタッペンに183ポイント差をつけられ、チャンピオンシップで4位につけており、メルセデスは、オランダ人の全制覇チームに挑むことができない。フェルスタッペンは、これまで、13戦中11戦で勝利しており、今季レッドブルは無敗だ。しかし、ハミルトンは、次のように付け加えた。アブダビは過去のことであり、 それに対してできることは何もありません。人生には浮き沈みがあり、昨年は誰もがこのまま続けたいかどうか迷っていました。しかし、その考えはすぐに消え、あなたは自分ができる限り最高になることに心とエネルギーを注ぎました。私たちは一緒にもっと多くの世界選手権やレースで優勝できると心から信じており、そこに私の全てのエネルギーが注がれています。 我々が目指すべきところに到達するのに、さらに4年かかるとは考えていない。時間がかかることは承知しています。しかし、私たちが下している決定によって、私たちが、その目標ゾーンに到達できることを非常に期待しています。来年じゃなくても、再来年こそ挑戦できると、心の中では思っています。ルイス・ハミルトンが、やり残した仕事があると語った。我々が目指すべきところに到達するのに、 さらに4年かかるとは考えていないな時間がかかることは承知しています。しかし、私たちが下している決定によって、私たちが、その目標ゾーンに到達できることを非常に期待しています。来年じゃなくても、再来年こそ挑戦できると、心の中では思っています。メルセデスが、現 PU 最後の年2025年に高みを目指す。優秀の美を飾るということでしょう。